マシンもグリッドに収まりましたでしょうか。さあ後方でグリーンフラッグが振られます。フォーミュラリージョナルジャパニーズチャンピオンシップ第6大会レース1の13戦シグナルオールレッドスタートしました。さあ後方でスタートが切れなかったマシンもいますが、上位陣のスタートはまずまず TGR コーナー1コーナーに向かって、すごいマシンが2台並んでやってきた。さあ SPGやってきましたね。佐野が前になってる。37号車佐野が前になってる。